はい、皆さんこんにちは、ワンナリガルウシです。信長内房総総戦国立志な北条氏政でのプレイ続きをやっていきましょう。前回までにですね、北条征伐の、まあ、中核的な存在であった徳川勢を滅ぼしました。というのも、まあ、結局はですね、この伊達勢ですね、もう東日本関東を除いてほぼ全域を手中に収めた伊達の援軍があって初めて徳川勢を打ち払うことができたんですけども、今回はですね、その続きで、攻略目標が右上に出ていると思うんですけども、豊臣家を攻略になってます。ですので、まあ、クリア条件みたいなものに関しては、前回2条5章を取ったらクリアしようっていう話をしたと思うんですけども、豊臣家を滅ぼしたら、まあ、この北条氏政でのプレイとしては、一段落決着つくかなと思いますので、この豊臣家攻略に全力を注いでいきたいと思います。まあ、この後はですね、おそらくこの伊達が天下を取るのは間違いないと思うんですけど、それをね、ちょっとプレイをしている、まあ、ここでね、反旗を翻しても勝ち目が、まずまずないかなと思いますので、あくまでも北条征伐を打ち出してきた豊臣を滅ぼしたら、一旦そこで、ゲームとしては終了にしようかなと思ってますんで、引き続き豊臣秀頼になりますね、もうすでに、豊臣勢攻略に関して、ご覧いただければと思います。では早速続きを始めていきましょう。すでにですね、豊臣とは領地をもう領国をね、まあ、境を持っているというか、いつ戦闘が起きてもおかしくない状況にはなってますんで、まずこれをね、改善するべく武将を送っていきましょう。とは言ってもですね、今完全に武将不足になってますんで、人材をね、ガシガシ要求していきます。で、今出陣している武将たちは一旦引き上げをさせましょうね。今出陣している武将たちは一旦引き上げさせましょう。で、武将不足なので家臣提案から優秀な人材をどんどんもらっていきます。で、武将がいないところに配置をしていきましょう。で、出陣している部隊は引き上げですね。かしこまりました。どうしようかな、この三好さん、なんて読むんだろう、三好正解かな、5900、これはちょっと止めおきましょう。戦になる恐れがあるんで。で、こっちから迂回して帰らせましょう。かしこまりました。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。議場する。海賊で武将がいない拠点はなくなりましたね、これで。なので、あとは提案で人材をひたすらもらっていきます。
もうすでに徳川を滅ぼしたことによって優秀な人材が大量にこちらに流れ込んできてますからね。ご命令ください。先月の収支です。ギリギリいっぱいまで武将をどんどんもらっていきましょう。忠勝とかね、忠勝はもう死ぬのも早そうなので、忠勝じゃない武将にしましょうか。水野勝成とかね、もらっておきましょう。水野勝成っていつまで生きてたんだろう。徳川の武将ですよね。まあ、ただ忠勝とか、さっき直政もらっちゃいましたけど、直政忠勝はね、もうそんなに先は長くないので、どちらかっていうと確実に行政を始めましょう。ね、役に立ってくれる武将がいいですよね。そうなると秀康とかもいいかな。松平秀康、伊達と前田が、前田じゃない、これは豊臣だ。前田を豊臣が援護してる形ですね。すでに先端が開かれてますね。であれば我々もあんまりもたもたしてる暇はないな。命令ください。先月の収支から報告いたします。家臣で提案でもう 2,3 人もらい受けましょう。家康がいるな。まあ、家康はね、とはいえもう追い先短いと言ってもあれか、1615年までは生きるのか。じゃあ次のターンでもらいましょうか。で、江戸から優秀な武将たちを派遣していきましょう。高い武将がいいな。ここは宇治政統率98、武勇81、知略88、政治114まで上がってますね。だいぶ能力値上げたな。これはまあ嬉しいですね。伊達が豊臣に攻撃を仕掛け始めてますので、ちょっとこのターンぐらいから我々も攻撃隊を編成していきましょうか。配属で大丈夫かな、これくらいで。よし、では兵を出していきましょう。まずは手短なところから攻略していった方がいいですよね。となると岡崎城になるかな。出陣するぞ。そんなに豊臣にも余力があるとは思えないので、ここは一気に岡崎を取って、さらにできれば城を攻略したいですよね。刈谷も一気に攻め込みましょうか。
カリアまで兵を進めておいて、我が策、戦場を制す。さらには島峰まで取りましょう。伊達がかなり進出してきてるので、伊達の進出をね、これ以上させないためにもある程度くさびを打っておきたいという思いもありますからね。岩村城は取られる可能性が高いので、島峰門にも人を出したし、犬山、名古屋城が先かな。そうなると名古屋までチョーク出兵しましょう。出陣する。で、名古屋を落としたら犬山城を攻略しに行きましょう。で、五詰めの部隊を安陽寺かな、ここちょっと確認しましょうね。安陽寺ですね。安陽寺城に集結させておきましょう。兵が不足した時には、あの安陽寺に集結させている部隊から五詰めを出します。で、宇治政本体12,000ですね、約もこの安陽寺へと兵を進めましょう。これでいいだろう。だいぶ攻略が進むんじゃないかな。出るとするか。加勢いたす。出陣する。そしたら早速お命令ください。報告いたします。先月の収支です。ここで兵が詰まってますから迂回させましょう。かしこまりました。お見せしましょう。お味方が討ち死にしました。誰が討ち死にしたんだ。お命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。誰が討ち死にしたかちょっと見れなかったな。ください。報告いたします。報告いたします。カリアに人が出てないんだな。で、島峰は誰が最初に取りつくかというところだけど、どうやら島峰は先に取られそうだな。となると犬山城は絶対先に取りたいですね。出陣する。我が戦、お見せしましょう。出陣するぞ。出陣します。出陣します。思ったよりやっぱり豊臣もまだ兵を残してますね。かしこまりました。止まれ。出るぞ。必ずや勝つ。お命令ください。報告いたします。今の状況を見ると先月の収支です。この金ヶ崎で豊臣も伊達の侵攻をなんとか防いでる感じですね。とはいえこの三河尾張方面はかなり押されてるわけだな。であれば、やっぱり一刻も早く尾張一帯を手中に収めたいですね。待機せよ。出陣します。
我が領内に敵が迫っております。任せよ。これが我が魂、我が覚悟。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。順調に奪い取ってはいるものの、犬山城は先に伊達に取られるな。で、キヨスを守りたいという思いもあるので、そうだな、どこに出兵するのがいいか。犬山城の情勢をちょっと見極めましょう。やはり犬山は先に伊達に奪われますね、このままだと。であれば、キヨスを絶対に渡したくないので、ユジマサはキヨスへと出兵しましょう。で、思ったより兵を消耗してますね、ここまでのところ。なので、ゴズメをどん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 出していきます。キヨスを守るには長島で一戦交えた方がいいですね。長島城へ部隊を派遣していきましょう。カリアはこのまま行けば、普通にやってれば落とせるはずですね。もうここまで来ると完全に単なる力攻めの、ゲームになってしまって、ちょっとね、皆さん退屈されるかもしれないんですが、豊臣勢まだまだ勢力大きいので、お付き合いをお願いいたします。いざ戦前、表情を始めます。報告いたします。クリアが思ったより落ちないな。助立ちいたす。出陣するぞ。臆したか。出陣します。出陣するぞ。戦場へ参る。戦場で華麗に舞いましょう。激戦になってますね。お命令ください。報告いたします。先月の収支です。吉本さんを名古屋に差し向けましょう。激戦になったな。臆したか。何、福島正則14,000か。この14,000はちょっと相手にすると消耗が激しいので、刈谷まで一旦引きましょう。ご命令ください。先月の収支。福島正則クラスを相手にすると、かなり苦しいですからね。さらに五等六戦。これは支えられないかもしれない。出陣しよう。我が魂、我が覚悟。待機する。福島正則もこっちにね、来ないで伊達勢と相対してほしいところだではあるんですけどね。なんとかなるかな。依然この金ヶ崎では伊達と豊臣がつばぜり合いしてるけど、このまま行くと伊達が押し込みそうですね。戦場で華麗に舞いましょう。出陣する。
出陣するぞ。手柄を立てよ。島正則は騎乗する。帰らせることに成功したな。いや、やっぱ伊達の力半端ないな。このままいくと伊達に終わり一体全部取られちゃうな。みんな遅れるな。それをなんとか避けたいですよね。できればやっぱりね、力を見せたいところではあるので、ちょっと多少無理してでもやっぱり名古屋城は取りましょうか。名古屋城が取れれば、それを足がかりに尾張を一気に踏み潰せそうな気もするので、ちょっとここは無理をしてでも名古屋をまず取りましょう。逆に名古屋が取れないようだと、もう伊達にね、豊臣攻略を任せた方がいいぐらいですよね。みんな遅れるな。加勢いたす。行きます。加勢いたします。伊達勢の進行が早い。名古屋を取るのが精一杯だな。そうなるとどうだろう、どこを取るのがいいかな。次はこのままいくと本当に豊臣の勢力をほぼほぼ食われ尽くしてしまうっていう感じがしますよね。鳥羽城には1万2000の兵がいるんで、これに攻略に当たるのはちょっと馬鹿げてるしな。勝っといて長島城を攻略しても後からついちゃうと伊達の城攻めを手伝ってるっていうだけになっちゃうしね。出るぞ。必ずや勝つ。止まれ。臆したか。敵将捕らえたり。そしたらちょっと急ぎ足気味にこの発情、破熱情かなの方に足を伸ばしましょう。かしこまりました。長島城はもうくれてやると伊達に。それでは参りましょうか。助立ちします。待機しろ。待機せよ。もう本当にね、やりたい放題な感じになってますね。今豊臣と、うわ、これは長宗我部も狙ってますね。豊臣領35万、拠点55、長宗我部で島津も拠点33か。島津と長宗我部もここでやり合ってますね今で。豊臣が18万か。で北条が20万、伊達は70万か。もう伊達の天下は決まったな。あとは豊臣を滅ぼすだけだ。我が道を開けよ。我が軍略お見せしよう。お任せください。もうこのままゴリゴリお任せください。承知しました。進行していきましょう。戻れ。通信する。腕が鳴るぜ。合計4000か。4000だと沢山ぐらいだったら落とせるかな。
ちょっと沢山の方に手を差し伸べましょう。沢山城というのは三成、石田三成の居城だったところですね。いざ行く様へ。この沢山を取れば京への道の南側は伊達ではなくこの北条が抑えることになるので、この先の展開次第では豊臣を討つのは伊達ではなく我が北条になる可能性もまだありますからね。ここは沢山城に向けて出兵していきましょう。みんな遅れるな。出るとするか。やっぱりまだ豊臣も兵力持ってるね。ああ左近は5000か。兵長浜城を先に攻めた方が良かったのかな。どうもここで膠着状態になりましたね。伊達の援軍がないとやっぱりきついんだな。伊達がね一緒に攻めてくれてた時はもう破竹の勢いで尾張を手中にしたんですけどね。力を合わせ戦い抜くのだ敵将。何どこが奪われたって遅れるな。発情が奪われたのか。取り返されたわけだな。ただ沢山の方が重要ですからね今は。本当は長島城をやっぱり自分の城にしたかったな。下妻雷連が来てるな。雷連に対しては時間稼ぎをしましょう。かしこまりました。時間稼ぎにもならなかったか。もう一押しなんだけどな。ここは五詰めを出しましょう。間に合うかっていうのもあるけどな。まあ1万を5詰めで出せばどうにかなるだろう。まあ、ライデンは強いですけどね。よし沢山を取って八幡山も取っちゃいましょうか。騎乗します。出るとするか。出るぞ。ああ必ずや勝つ。確か、まあ、これは大阪の陣で活躍した武将ですね。キリシタンだったと言われてますが、ここで八幡山まで取ればもう御所まで目と鼻の先。よし一旦兵を引いて、ちょっといよいよこの御所攻めに向けて体勢を整え直しましょうか。
はい、というところでですね、まあ、今回だいぶ豊臣勢に対して侵攻しましたので、次回はですね、いよいよ二条御所攻めを視野に入れながらクライマックスの方をね、お届けできればと思います。やっぱりここ金ヶ崎で伊達は手こずってんだな。で、長宗我部は同じく豊臣を攻めてますね。よし、だいぶ勢力としては大きくなってきましたね。30万近い兵力、もう豊臣と勢力は逆転をついにしたかなというところですね。というわけで次回はですね、お話ししてきたようにこの氏政のシナリオの目標である豊臣攻略の続きをですね、お届けしていければなというふうには思っています。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。